ジュニアスストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ニューロッツ線の駅である。ブルックリンク、ブラウンズビルのジュニアスストリートとリボニアアベニューの交差点に位置し、2系統がラッシュ時混雑方向のみ、3系統が深夜を除く終日、4系統がラッシュ時混雑方向及び深夜帯のみ、5系統が朝ラッシュ時に北港のみ停車する。なお、駅名になっている。 ジュニアスストリートへの出入り口は一切ない。駅は1920年11月22日のニューロッツ線最初の開業区間である IRT、イースタンパークウェイ線、クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅等駅間の開業とともに開業した。2016年10月5日から2017年6月19日にかけて駅は改装工事を行った。ジュニアスストリート駅を出て、 BMT カナーシー線リボニアアベニュー駅の上を通過する R62 型による3系統ニューロッツアベニュー駅 e 駅への入り口相対式ホーム2面3線の高架駅で南北線間の線路は非電化となっている。このため当たり駅はニューヨーク市地下鉄内で唯一駅構内に列車の入線がある非電化線路のある駅となっている。この線路は ディーゼルカーなどの電気を使用しない車両のみ、走行することができる。中央線路は、駅西側で南北線から分岐市構内を抜け、駅東側で南行線と平面交差して南へ向かい BMT カナーシー線、リボニアアベニュー駅南側からの分岐線と合流し、林電工場へと入る。この駅は、西側で BMT カナーシー線の線路を超えるため、 ニューロッツ線内で最も高い位置にホームのある駅となっている。また、駅からはニューロッツ線に沿って歩道橋がかかっておりカナーシー線、リボニアアベニュー駅につながっている。この通路を介しての無料の理解はできないが、乗客数の増加と駅付近の住宅地開発のためこの二駅間を無料で乗り継げるようにする計画がある。この計画を行うため、 また2015から2019キャピタルプログラムから資金が割り当てられた。また、無料乗り換えを可能にすると同時に ADA に準拠するためエレベーターを設置する予定である。また、2019年4月に始まるカナーシー線14丁目トンネルの改築中に、両駅間でメトロカード利用者のみ無料乗り換えを可能とする予定である。 各ホーム中央から2つの階段が改札外へ接続しており、改札口には回転式改札機と切符売り場、リボニアアベニューとザックマンストリートの交差点南東への階段とリボニアアベニューとパウエルストリートの交差点南西への階段がそれぞれ一つずつある。2009年に公開されたアントワーン・フークア監督のアメリカ映画クロッシングではメインキャラの一人、 イーサン・ホークが男を当駅の階段まで追いかけるシーンがある。1992年公開の映画、ジャスト・アナザーがあるオン・ザ・ IRT では、メインキャラクターが当駅の階段を上がりホームに入るシーンがある。ありがとうございます。